函館公園は、北海道函館市にある都市公園。近代日本における代表的な都市公園の一つであり、文化財保護法に基づく登録記念物に登録されている。また、日本の歴史公園百選や北の造園遺産にも選定されている。なお、函館公園の敷地は財務省所管の国有財産であり、函館市が無償対応を受けている。1873年1月15日、家畜や旧跡を公園とする大上官布告、大上官たちが2つされ、翌年には、府県や港などの人口密集地は、住民の賛同を得て、公園を設置してほしいと2つされた。函館は、一般開放できる、名所旧跡や広大な寺社境内が存在しない、土地柄であり、八ヶ頭町にある、官有地の御用畑とその周辺を公園開設予定地として官民共同で公園を設置しなければならなかった。当初は公園に対するイメージが定着していなかったが、函館に駐在していた英国領事、リチャード・ユースデンは、病人にも病院が必要なように健康な人にも休養する場所が必要という公園の必要性を説き、豪商の渡辺熊四郎は設立費を寄付して、公園開設活動に尽力した。1878年になって、ようやく公園造成への機運が高まって個人からの寄付も増えたため、土工に着工できる運びとなった。同年には、函館在住の俳人狐山堂無涯が、公園監守に命じられ、園内に居住して、管理に当たった。築山を造成する際には、函館市長の管理が休日に土運びの勤労奉仕したのを、はじめ、各町内からも競って、奉仕活動に繰り出し、各寺院は檀家を動員、消防組や芸商妓たちも参加したという。このような活発な住民参加によって造成されたことが、函館公園の特色であり、日本国内でも類まれなことである。1879年5月には、開拓歯科理博物場が開館して、多くの人が公園を訪れるようになり、同年11月3日に開園式が行われた。白川郷観覧車北海道内、初となる、洋式公園であり、洋式石橋の白川橋や、動物飼育施設も北海道内、初となっている。市立函館博物館は開拓歯科理博物場を前身とした日本国内で最も歴史ある地方博物館。旧函館博物館の建物2棟は北海道指定の有形文化財になっている。遊園地の函館公園こどもの国にある観覧車は1950年に七重村の大沼湖畔に設置され、1965年に現在地へ移設されたものである。現存する日本国内最古の観覧車であることが判明しており、国の登録有形文化財に登録されている。遊園地はレトロな雰囲気の中、13機種の遊戯施設がある。公園造成時に移植した松は、高田屋嘉兵衛が築いた屋敷にあったもので、1972年、北海道記念保護樹木に指定された。函館公園は桜の名所にもなっており、1891年と1894年の2度にわたって商人、逸見小右衛門が桜と梅の木約5250本を自ら植栽したことに始まっている。その後の大火で樹木の一部を焼失したが、現在でもソメイヨシノを中心に約420本の桜の木があり、開花時期には花見電飾が行われる。ありがとうございます。